坂井さん、こんばんは。お悩みです。友達が肥料率で取り憑かれてお祓いしてもらいましたが、なかなかしぶとく、どうしたらよいのでしょうか。なかなか LINE できなくてお手紙だ、お手紙だらけで疲れています。友達も生き量の過去、過去一心しなかなかお祓いしてもしぶとくて悩んでいます。やはり、しもよしことかにお願いしないといけないのでしょうか。生き量は元を絶たなければダメですよ。生き量って相手の方が生きてますのでね、今ついている、なんて言ったら、恨みつらみ、だとか、逆恨みですとか、そういったものを一回取れたとしても、発信源がね、残っちゃってますのでね、発信源を断たなくちゃいけないので、一番の最善の方法は、生き量を飛ばしている方に直接会うということが一番の最善の方法ですね。お会いすることができないのであれば、本当にご自分っていうものをうーんと強く持たれなくちゃいけないですね。弾き返すだけのね、力ね、受け止めてしまうと癖になりますからね。ものともしない自分の気持ちの強さっていうものがね、とっても大切になってくると思いますよ。って僕は思います。はい。もう何しろ元を絶たなきゃダメなんですね。生き量の場合はね、なかなか難しい。いいにしても悪いにつけもそうなんですよ。好意を持たれたとしてもね、悪意を持たれたとしても、結局のところは元を絶たないと、生き量っていうのは絶てないっていう厄介なもんなんですね。C さん、はじめまして。相談なのですが、1ヶ月ほど前に夜中に金縛りになりました。髪が肩くらいまでの女の子を枕元に通り、顔を見ようと振り返ると姿はなく、茶色いもやのようなものがあり、それを見て悲鳴を上げる自分の姿を頭の中で見たような感覚がありました。少し前にまた金縛りになり、茶髪でもやが近づいて映像が頭の中で、これは何なんだろう、何なのでしょうか。映像が出てくるっていうのはちょっと気になりますね。ちょっと気になるな。ご自分には全然その心当たりはないのかな、お化けさんに対して。例えばね、極端なこと言うと、ホラー映画でそういうの見ちゃって、潜在的に心の中で、頭の中にそういう記憶が残っちゃってるとか、そういうことも一切なく、全く記憶にないものがその中に現れるっていうことになってくると、もしかしたらね、100に1つぐらい本当に心霊現象だっていう可能性もありますので、そういう時は、まあできることだったらですね、お札とかね、そういったものをお部屋にお貼りになるか、ご自分自身を守りたいのであれば、お近くの、神社等に行って、お数珠型のね、パワーストーンのようなブレスレットを身につけられたらいかがかな、なんていうふうに思いますよ。防御としてね、そういうことをなさるといいのでは、というふうに思います。マスコ坂井さん、コロナでなかなか難しく、ちなみに遠くて私と難しいと言っていました。友達は慢性疲労筋肌逸症で甲状腺低下症といろいろ小文字の障害年金をもらっていますが、なかなか子供が高校中学といて、それでお金が飛んでいるらしく、どこで取り憑かれたのも分かり、その家庭が一致して、べっとりとついているようです。本人も直接除霊したいのですが、なかなか、近くのお寺さんでしっかりとね、厄払いをきちんとやっていただくといいと思いますよ。できることだったらば、まあ、僕はおすすめなのはごまを炊いていただけるところがいいのでね、真言宗がいいでと思いますけどね、5000円ぐらいできちんとごまを炊いてくださいますのでね、それが一番ね、私的には、
強いのではないかっていうふうに思いますけどもね、うん、おすすめとしましてはですね、ちょっとお考えになられるといいと思います。団子団子さん、相談なんですが、3年前に母が亡くなったのですが、母が亡くなってからお墓参りもお仏壇にも参りも前お仏壇にもお参り来ず、昨日夢の中で泣いていました。家族に伝えても変わりません。どうしたらいいですか。母が亡くなってからお墓参りもお仏壇にもお参り来ず、昨日夢の中で泣いていました。お母さんが亡くなってからお墓参りもお仏壇にもお参り来ず、どなたが言ってないんでしょうかね。お墓参りとかお仏壇にちゃんと供養で手を合わされる方がいらっしゃらないっていうことなんでしょうかね。それはやっぱりさすがにいささか寂しいと思いますね。お心の中ででもね、形式はともかくとしてお心の中ででもね、お母様のことをね、ちゃんと手を合わされる方がいらっしゃるっていうことを、そうあっていただきたいですけどね。お母さんちょっとさまよっちゃいますよね、そうなっちゃうとね、本当に。うさちゃん大好き。小田急の事件が怖すぎるのですが、お化け的にああいう事件から身を守ることができるんでしょうか。ご先祖様が強いとね、一本電車を見送ってくださったりね、本当だったらあの車両に乗っているところを何かの時間の都合で、都合っていうかね、ずらしてね、別の車両に乗せられたりですとかね、そういう気がつかないところで守っていただいたりするんですよね。なので、きっちりとね、守ってくださってる方を大切になさっていると、本当に時間軸っていうものをちゃんとずらしてくださいますのでね、大切になさってくださいね、本当にね。もうでも最近ああいう事件本当に多すぎちゃってね、人ならざる者がね、ちょっと暗躍してね、本当に闇になってきましたね。なんだろう。あまりにも自分勝手だよね。あまりにも自分勝手。なんかよくわからないね。人の魂を何だと思ってんのっていうような、ねえ、そういう、事件が本当に多いですね。これは本当にね、何とかしていかなくちゃいけないなっていうふうに思いますよね。世の中、社会としてね。堂本縁西さん、パパさん、相談させてください。7月29日、次男の誕生日で、携帯で長男、中3、次男、中1、長女、2歳の3、あ、2歳かわいいね、3人の写真を撮ったのですが、長男だけ顔と右手のピースしている部分がブレていました。体は、腕はブレていなかったのですが、私の写し方が悪かっただけなのか、長男に何かあったらどうしよう。いや、大丈夫だと思いますよ。写真のブレだと思いますよ。ほとんどの写真の場合がね、1000枚のうち999枚は、物理的な写真的なブレなのでね、ご心配なさらなくて大丈夫だと思います。はい。